ちは、今回の動画はですね、ソロキャンプ動画となっています。で、ちょっと前の動画で、仲良くなったソロキャンパーのやっくんさんという方と、ちょっとお誘いいただきまして、一緒に、ソロキャンプスタイルで、キャンプしようということをですね。で、場所はですね、長崎県にある、夕映キャンプ場っていう、初めて行くキャンプ場なんですけど、海沿いのキャンプ場に、向かってます。で、ソロキャンパーさんとキャンプをするのがもう本当に楽しくてですね、ソロキャンプするときってこう、たまにちょっとした恐怖感ってあるじゃないですか。野生動物が出てきたりとか、昔の動画で僕、イノシシ出てきたり鹿に囲まれたりしたことあったんですけど、そういうちょっと不安みたいなのがやっぱないので、なんかこう何人かでソロキャンプスタイルでキャンプするってやっぱ本当にこう不安もなく楽しいなと思って、今回が2回目なんですけど、ちょっと最近ハマっているんですよね。お互いこういい距離感で好きな、ソロキャンプしながらたまに喋ったりとかですねして、なんか動物とかもし出てきても特に何の不安もないんで、うわーみたいな感じになるとは思うんですけど、結構楽しいんですよね。で、ここも長崎ならではのこう海沿いの綺麗なキャンプ場でして、今回楽しんでいこうかなっていうことでやっていってます。なんかちょっと出てきたけど、今回はですね、タープを使ってキャンプをしていこうっていうことでやっていこうかなと思って、これ 4×4 の DD タープなんですけど、ビークフライっていう貼り方でちょっと初めてやってみようとしてます。で、ポールが左側についてもう一個前に1本ポールを立てて、これ後ろをちょっと引っ張ってるんですけど、居住スペースが広くなるように引っ張ってるんですよね。これレオン君ですね。すごくよく吠える犬なんですけど、やっぱ寂しいと吠えるみたいな感じですかね。そうで、道具はいつも通り、今回はグランドシートの上に、前回のミリタリーシートみたいなやつを敷いて、クーラーボックスに、あとギア入れですね。これいろいろシングルバーナーとかが入ってる。で、あとキャンバスバッグはなんかいろいろ財布とか鍵とかなんかいろいろ入ってます。今回新しい焚き火台を持ってきたのと、いつものテーブルですね。これ左に薪があると思うんですけど、この薪薪がですね、コメリーで広葉樹550円ぐらいで最近売ってるので、もし焚き火の、焚き火の薪に困った時はコメリーに行くと結構いい薪があります。で、これ新しい焚き火台のスノーピークの焚き火台 SR ですね。今回初めて下ろしたんですけど、組み立てはとても簡単で、下の皿をつけて、自立すると。で、これ焚き火だけちょっと別で動画を作ってますので、詳しくはそれを見てみてくださいですね。ランタンがあってって感じですね。そう、これね、撫でたら全然吠えないんですよ。だから多分寂しいんでしょうね。ただ離れるとすごい吠えちゃうっていう感じなんですよね。そう、これビークフライいいでしょう。結構風に強くてですね、これ向かって、右側の方がちょっと下が空いてるんですよ。だから風に結構強い張り方なんだなと。初めて張ってみたんですけど、ちょっと 4×4 のタープはソロには大きすぎるんで、本当は 3×3 でよかったなってもう思ってるんですけど、こんな感じで設営終わって
で、今日結構この日も暑かったんで、まあ、ビール、設営終わりのビールですね。これはもう本当に最高のひとときですね。でこの焚き火台置いた感じがすごい収まりが良くて、まあ、好きでしたね。まあ、レイアウト的にはいつものようにクーラーボックス、焚き火台で、テーブル、椅子は今日座椅子を使ってるんですけど、薪割り台も結構なんかテーブルにしてたりするんですよね。で左のところにいろいろこまごま空取りとかギアとかナイフとかそういうのが全部入っている感じですね。そう、風もすごくね強かったたんですけどね。まあこのビークフライっていう貼り方は今後ちょこちょこやっていこうかなって思いましたね。そうで右後ろのなんかドラム缶みたいなやつ、あれゴミ箱にしてるんですよね。特に何も入ってないんですけど、まあ、ゴミ箱入れみたいな感じで、まあ、別になくてもいいんですけどね。こんな感じで、やっていってます、まあそんな、まあ、一番左のは調味料入れとかになるんですけどね、かっこいいですよね。ビークフライとっても気に入りました。でこの隣がですね、ヤックンさんが今タープをずっと張ってるんですけど、結構風がやっぱ強かったんですけどね、このビークフライっていうのは本当風に結構なんか強い張り方だなと思いましたね。やっぱ長崎ってやっぱいいですよね。こうキャンプ場も結構海沿いのキャンプ場が多くて、まあ、ここはほとんど佐賀みたいなところなんですけど、海沿いでキャンプするのってこういいなと思いましたね。夏はちょっと海ではですねキャンプはちょっとしたくないですけど、焦げちゃうからですね。いい雰囲気でしょう。でこれがやっくんさんのジムニーなんですけど、まあ結構カスタムされてあってですね、かっこいいんですよ。これ後ろから見たとこなんですけど、いいですよね。カラツ、あとはあそこ村正、あれ昔名前紫じゃなかったですか。でこの日はですね、お昼ご飯はお刺身にしました。ダイエット本当にしないといけないと思ってですね、いい加減、いやカワハギの刺身が好きなので、ねっとりした感じが好きなんですよ。で結構良さそうなのが売ってあったので、昼はこのカワハギの刺身にしました。カワハギって今時期なんですかね。とってもなんか美味しかったですね。確かにね。うまっ。いやーやっぱキャンプはいいですね。キャンプはいい、ほんと最高。
そんな簡単になんかやめるような感じしないけど。やめようって思わないですよね。いや最近ですね、このほんとソロスタイルのキャンプがもう大好きなんですよね。まあ、僕のチャンネルを見ていただいてて、まあ、あのコメントでお誘ってもらったんですけど、それだけでもですね、なんか YouTube で動画とか出しててよかったなとか思いましたね。こうまさか友達ができるなんてあんま思ってなかったからですね。あともう一人みぞさんっていう方がいらっしゃってですね、その方もソロキャンパーなんですけど、なんかこうますますキャンプが楽しくなっていくなって感じで、海の風をですね浴びながらのんびり楽しみました。でこれあの何をしてるのかっていうとですね、最近あのジャンプする写真にちょっとあのハマってましてですね、こうあの自分がジャンプするこう一番高い地点のところをですね、あの切り取るような感じでちょっと昼間に遊んでましてですね、それをこうちょっと入れてしまったと。ちょっと動画が長くなりすぎるので、ちょっとあの続きは次回またアップしようと思います。どうでしたかね、ソロキャンプとか車中泊の動画を、アップしていまして、まあ、よろしければチャンネル登録してまた見ていただけると嬉しいです。評価はあのお任せします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。